少女週末授業。今日は地球の動きについて説明します。自転とか公転ってやつだな。じいちゃんが言ってたやつだ。皆さん、太陽って知ってますか？空にあるやつだ。最近見ていない気がするけど、あの太陽動いて見えますが、実は動いていません。マジか。マジです。地球は地軸という軸を中心に1日1周約360度回転しています。これを自転と言います。太陽は動かないので、回転する地球上で太陽の方を向いている時は昼、向いていない時が夜ということになります。忙しいな。さらに地球は太陽の周りも回っています。あ、公転といって1年365日かけて太陽の周りを回ります。地球すごい忙しいな。そうだな、やばすぎる。地球が自転し公転することによって生み出される絶妙なバランスで人は生きているのです。じゃあ月は？月は何してるの？月は公転によって地球の周りを回っています。回ったらどうなるの？月の公転は海の潮の満ち引きを起こしたりします。よくわかんないな。そうですね、説明する時間も足りないようです。でも月は綺麗だからな。じいちゃん。ん？じいちゃんのそういうところ好きだよ。そうか。